はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、2020年大晦日ということでですね、今年最後の動画となります。はい、ということで、今年最後の動画はですね、年間ベストバイということで、2020年、今年にですね購入してきて本当に良かったと思ったものをですね、8個にですね絞って厳選しました。で、今回ですね、ここまでこの年末にかけてですね、ベストスマートウォッチ、それからベストスマホ、それからベストイヤホンをね出しました。で、今回はですね、それらのジャンルはもう一旦置いときます。なので、スマートウォッチ、スマホ、イヤホンは今回はこの年間ベストバイから省きました。それら以外の中で、今年ですね、もうガジェットにとらわれずに、もう全てのジャンルの中から買ってよかったと本気で思ったものを厳選しましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。では早速第8位からいってみましょう。ということで、第8位がですね、こちらになります。ということで、ここにね、うっすら見えてると思うんですけど、これを拡大するとこちらになるんですけども、こちらですね、まあ、見ても分かる通り、今チャンネル登録者数が出ています。で、これ何なんですかっていうコメントが結構来るんですけど、これはですね、スマートクロックというもので、1回ね動画で紹介したこともあるんですけど、これめちゃくちゃすごいんですよ。ちょっとお見せしていきたいと思います。はい、ということで、こちらがスマートクロック、ラメトリックタイムというもので、これはですね、アプリを通してこの自分のチャンネルですね、 YouTube チャンネルだったりとか、まあ、他の SNS でも大丈夫なんですけども、連携させて、そのフォロワー数、チャンネル登録者数とかを、まあ、表示させることができます。もうその時点でめっちゃ面白いんですけど、まあ、もちろんですね、上にボタンがついていて、ボタンを押していくと今の時間が表示されたりとか、ストップウォッチを使えたりとか、チャイマーを使うことができたりとかっていう感じで、いろんな機能があります。スマートクロックなんで、いろいろカスタマイズもできるっていうやつですね。で、天気もわかるし、チャンネル登録者数もわかるし、時間もわかるしっていう感じで、すごく重宝していて、で、なんでこれ、今回年間ですよ。この1年の中で買ってよかったものに入れたかっていうと、これですね、置いた時が本当夏とかそのぐらいで、最初にこれ設置した時がね、11万人ぐらいだったんですよ、チャンネル登録者数。で、それからもう毎日これね、毎日目にします。で、ちょっとずつ増えててですね、一応1000人単位で増えていくんですけど、今がですね、14万1000人ということで、毎日これを見てて、成長していくのが目に入ってくるんですよね。それがすごくね、モチベーションにつながるっていう感じ。YouTube やってると、この毎日ですね、動画をアップして更新していってですね、で、毎日更新していても、やっぱり成長っていうのが目に見えないと、やっぱりそれって結果として見えにくいところがあるので、毎日この部屋に入ってくる時点で、これが目に入ってきてですね、今日ちょっと成長したなっていうのが感じられるのが、すごくね、モチベーションにつながります。で、これがですね、お値段2万4000円ぐらいするので結構高いんですけども、これはですね、本当に購入して良かったなっていうふうに思ってます。今 Amazon の方で普通に購入することができるようになっています。こちらが第8位ですね。で、次第7位いきたいと思います。第7位がですね、こちらになります。ということで、これはですね、今年の、誕生日だったかな、誕生日ぐらいに購入したものになります。はい、8月ぐらいに購入して、一応タンプレとしてね購入したんですけども、e バイクというものを今年初めて購入していました。でも、すっごい楽しくて、この e バイクっていうのは、この電動アシスト自転車のことで、電気のパワーを使ってですね、この坂道とかを、駆け巡るようにですね、スッと登っていくことができるっていうものになります。これを購入してから、もう今はね、雪降っちゃって乗れないですけど、秋頃まではですね、ずっともう乗ってました。撮影とかで、ちょっとね、撮影に出たい時とかに、車出すほどじゃないけど、ちょっと自転車とかで行けたらいいなっていうところとかに、サクッと行けるんですよね。で、普通の自転車だと、坂道ね、乗るのは相当しんどいです。心臓破りの坂とか結構たくさんあるので、結構難しいんですけど、電動アシスト自転車 e バイクだと、本当に坂道も楽々登れるので、結構今年なんかは、このスマホの比較だったりとか、アクションカメラの比較とかね、撮影とか、いろいろやってきましたけど、そういう時に e バイクを使ってサクッと、ロケ地まで行ってですね、撮影をするっていう感じで使いました。で、あとは、e バイクのチャンネルですね、一応作ったんですよね。鍋サイクルっていうチャンネルを作りまして、ちょっともうここね、冬になっちゃって、チャンネル更新できてないですけども、e バイクを使ってブラブラね、いろいろ走ったりとかする動画を、アクションカメラの検証も兼ねてできたら面白いかなと思って、作ってみたんですけども、なんとですね、まだ動画出したの本当数本ですよ。6本、7本とか、そのぐらいなんですけども、チャンネル登録1000人超えることができまして、ありがとうございました。
また来年ですね、シーズンになって乗れるようになったら、まあ、チャンネルの方もね、ちょっとずつね、更新していこうかなというふうに思っております。はい。まあちょっと話それましたけど、 E バイクね、購入してすごく良かったです。ジャイアントの E バイク RXE プラスというものになります。はい、で次ですね、はい、こちらになります。ということでこちらがですね、仮木家具の、デスクですね、こちらを、秋頃に購入したんですけども、まあ、この場所で作業していたデスクが、まあ、今まではあんまりいいデスクじゃないものを使ってました。本当楽天とかで、まあ、1万円ぐらいでとりあえず安くてでっかいの買おうと思って買ったデスクをもうずっと使って作業してたんですけども、まあ、結構ボロが来ていたので、あの買い替えたんですよね。結構いいデスクに買い替えました。でデスクのこの厚みもですね、しっかりあるので、やっぱり安定感がすごい抜群に高いです。で手触りもいいので、よくね手が触れるところとかも、まあ、サラサラしていて、本当にこの作業している時に心地がいいですね。もうねすでにマックス使っちゃってますけど、こんな感じでですね、デスクの下の方にこれ電源つけるところがあるんですよね。なのでここからこの充電する、まあ、あの電気をですね取って、カメラを充電したりとかっていうこともできるようになってます。まあ、メインカメラ撮影してるこちらなんですけども、まあ、ここの充電とかもこの辺りから撮っています。まあ、デスク変えるのはね相当大変でしたよ。あのデスク変えた動画は確か公開したと思うんですけど、まあ丸1日がかりでね、デスクをまあ解体して、まあ搬入して、セットアップしてっていう感じで結構大変でしたけど、やっぱりこれ変えてから作業効率もすごい上がりましたし、普段動画編集とか作業をしている時の快適性ってのも全然違いますね。もうデスクが変わるだけでこんなに違うんだっていうぐらいやっぱりね快適になるので、まあちょっとね、あの今までずっと妥協してですね、結構あのボロボロになったデスクで作業していたんですけども、これ買い替えて本当に良かったなっていうふうに思いました。こちらがですね第6位ですね。はい、で次ですね、第5位になるんですけども、第5位がですね、こちらになります。はい、ソニーの WH-1000X M4 っていうね、ヘッドホンになります。まあ、こちらですね、まあ、購入してからね、もうずっと使っていますけども、やっぱり軽くて音質もいいし、ノイズキャンセリングも強いし、外音取り込み機能も使えるし、機能性も高いっていうことで、まあ、かなり万能なヘッドホンになってます。で最近になって、ね、この Apple の AirPods Max とね比較とかをしてですね、またちょっと使う頻度が上がってきてるんですけども、やっぱりねいいなっていうふうに思うんですよね。特に最近なんかはこちらねお値段も少し落ちてきていて、もう3万円台で購入できるようになってきているので、これ本当にね、あの価格から見て強いなっていうふうに改めてちょっと最近思ってます。で普段ですね、やっぱりまあ完全ワイヤレスのイヤホンとか、まあ、イヤホンで音楽を聴いた方が手軽ではありますし、まあ、イヤホンの音質もかなりですね良くなってきているので、全然それでもね、まあ、かなり満足のいく音で、まあ、音楽を楽しめるようになってきてるんですけど、やっぱりその直後に、まあ、このヘッドホンで音楽を聴くと、ヘッドホンの音の厚みっていうのはやっぱり段違いなんですよね。なのでちょっと今日はまったりこのヘッドホンで夜に音楽でも楽しもうっていう感じで、まあ、最近こんな感じで、装着しながら、まあ、ちょっと動画の、まあ、ネタを考えたりとかっていうことを、まあ、やってるんですけど、すっごい時間が充実します。はい、やっぱり音楽の力って強いなって思っていて、まあ、すごくお気に入りの、ね、ヘッドホンとかを、まあ、使ってですね、まあ、1日ちょっと数十分とかでも音楽を楽しみながら何かをするっていう時間とかを取ってあげると、結構それだけでもね、まあ、自宅の中で過ごす時間っていうのを充実するなって思っていて、まあ、最近ちょっと実践しています。まあ、そんな感じで価格的にも機能的にもすごくバランスがいいモデルになっているので、まあ、これからヘッドホンを購入したいって思っている方にも、まあ、すごくおすすめできるモデルかなと思います。 WH-1000X M4 ですね。はい、で次年間ベストバイの第4位がですねこちらになります。ということで今これ背面なんですけども、表の方を見せしに来ますね。はい、ということでこちらですね、ずーっとこの横にね伸びているこちらのディスプレイになります。はい、まあ、めっちゃ長いんですけども、これが49インチのスーパーウルトラワイドディスプレイ、メーカーがデルのものになります。こちらを最近はメインの作業用ディスプレイとして使っています。でもこれじゃないとできないっていうことは正直まあないんですけど、これにしたことによってやっぱりね作業の領域が本当に広くなって、より快適になったっていうのが今のところ感じているところです。まあ、特に動画編集とかをしている時に、まあ、通常の34インチぐらいのウルトラワイドディスプレイもかなり快適なんですけども、まあ、通常のウルトラワイドだと一応全部ですね、全面動画編集の領域とかに使って作業してました。でそれがですね、この49インチになったことによって34インチのウルトラワイド以上の領域を動画編集で使っても、
さらに余白があってですね、その余白にブラウザとかフォルダとかを表示させたりとかできるんですよ。まあ、そんな感じで作業の領域にかなり余裕があるっていうところが、まあ、特に気に入っています。だから普段の作業が快適になったってことですね。であとこの Dell の、ディスプレイで言うとですね、 USB-C で給電しながら映像出力できるので、ノートパソコンとかに USB-C1 本で接続してディスプレイに映像を映しながら給電もできてしまうっていうね、そういう仕様になっているので、そこもすごく快適だなっていうふうに思ってます。解像度がですね、 5120×1440 っていう解像度になってます。はい、なのでフル HD よりも高い解像度のディスプレイになってますので、まあ、編集とか細かい作業をしていても、まあ、しっかりね細かいところまで見れます。はい、もちろん 4K よりは1個下なんですけども、この解像度があれば、まあ、十分かなっていうふうに使っていて思っています。ゲームとかをやるときもやっぱり圧倒的に迫力があります、このワイドディスプレイ。没入体験がすごいので、まあ、PC ゲームとかをやるときとかにも使ってるんですけども、かなり快適にゲームプレイができてます。っていうところで、作業面とエンタメ面でですね、両方で楽しんで使っていて、まあ、かなり満足度が高いです。こちらが第4位ですね。で、次第3位になります。年間ベストバイ第3位がこちら。ということで、こちらがですね、まあ、今年購入した Windows のデスクトップ PC になります。はい。この PC はですね、かなりスペックもりもりに入ってまして、まあ、一応こんな感じのスペックになるんですけども、まあ、一番のポイントは、グラフィックボードがですね、今年登場した RTX の3090っていう一番最強のグラフィックボードが入ってます。メモリは 64GB 入っていて、もちろん CPU は最新の Core i9 のものが入ってます。ということで、まあ、スペック面で言うと、もう漏れるところまで限界まで持ったみたいな感じの、デスクトップ PC になってまして、本当これに変えてからですね、Windows での動画編集、プレミアプロを使った時の、まあ、動作のサクサクさだったりとか、書き出し、エンコード時間の速さとかも素晴らしいですね。4K の時代に入ってきて、まあ、4K 動画とかを撮っていて編集すると、結構スペックが必要なんですけども、本当にこう余裕を持って、快適にですね、プレミアプロでの作業ができるっていうところ。そこはこの PC を買ってすごく良かったです。で、あと、最近ですね、ゲームも結構やってまして、このゲーミング PC でゲームをやってるんですけども、最新のスペックを要求されるゲームでも、もう最高設定で余裕でゲームができてしまうところも、もう最高だと思ってます。なので、一通り、まあ、一日やることを終えてからですね、ちょっとゲームをしたりとかして、まあ、1時間、2時間ぐらいゲームしたりとかしてるんですけども、その時の時間が本当に楽しいですね。だからこれも、まあ、普段の作業と、あとはゲーム、まあ、エンタメ面、両方をですね、カバーしてくれていて、まあ、買ってよかったなっていうふうに思ってます。で、あと、この PC で言うと、結構ね、静かなんですよ。なので、エンコードとかしてても、まあ、余裕で、まあ、あんまりファンとかうるさくならないですし、比較的静音性も高いところも気に入ってます。はい。あとはもうデザインがかっこいいところもあって、まあ、結構インテリアじゃないですけど、なんかメカメカしいデザインがかっこいいかなっていうふうに思ってます。購入した店舗結構ね、前回の動画で、この PC を紹介した動画でもコメントで来てるんですけど、今回はね、パソコンショップセブンっていうお店の方で、カスタマイズして購入しました。はい。で、次ですね。年間ベストバイ第2位ですね。第2位がですね、もういよいよここからはですね、もう皆さんちょっとお気づきかもしれないアイテムがそろそろ登場してくるんですけども、今回第2位に選んだのがこちらになります。ということで、まさに今撮影しているこちらのカメラですね、ソニーの α7S3 っていうカメラになります。はい。あとそのカメラと今使っているレンズもセットですね。レンズの方がソニーの 24mmF1.4 っていう G マスターレンズ、こちらも購入しました。で、あとその上のマイクですね、このソニーの XLR アダプターキットとゼンハイザーの MKE416 っていうとんでもないねマイクセットと、レンズとカメラで、まあ、普段ですね YouTube 撮影してるんですけども、いやどうでしょう、やっぱりこのセットに変えてからですね、だいぶこの動画のクオリティっていうのは上がったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、要は今年ですねメインカメラを変えたんですよ。今までメインカメラは α9 っていうものを使ってたんですけども、もちろん α9 もすごくいいカメラなんですけども、やっぱり、ね、動画に強い、この α7S3 に変えてからの満足度、動画の品質っていうのはすごく高まったと思います。まあ、それこそ、まあ、普通のこの普段撮りですね、普段の YouTube でもそうですし、まあ、Vlog とかも撮りやすいですね、このバリアングルになったので撮りやすいですし、もちろんログ撮影もできるし、それこそ今のこの使ってるマイクをデジタル接続でできるのもこの α7S3 の、強みになってます。α7S3 の細かい話はですね、ちょっと前に動画を、丸々1本動画を作ったので、そっちで話してるんで、まあ、詳しくはここでは話さないですけども、とにかく、まあ、お値段はね、高いですし、
今年使った金額でも最高額いってるんじゃないかっていうぐらいね、このカメラとか、まあ、レンズとかマイクには、まあ、投資をしたんですけども、やっぱりその分この映像品質はすごくね高まったかなと思いますし、この何よりね使っていて快適なんですよね。 HDMI ついてるんですけど、まあ、下にですねこんな感じで今撮ってる映像をですね HDMI でモバイルモニターに出力してここに置いて画面を確認して使ってます。はい、やっぱりバリアングルね、すごく便利なんですけど、バリアングルだとピントがちゃんと合ってるのかっていうのをたまにね、確認するのが難しい時があります。遠いんでね。なので、ここに映すようにして最近は使ってます。まあ、こんな感じで、フルの HDMI で出力できるところもいいですね。ということで、まあ、細かくいいところたくさんあるんですけども、今回ね、第2位が α7S3 になります。まあ、これによってかなりね今年はですね YouTube の撮りやすさ、映像の品質とかその辺がアップしたんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、結構多くの方はこの α7S3 が持っていたと思うんじゃないか、これが1位なんじゃないかなと思ってたと思うんですけども、もちろんこれを1位としてもいいんですけど、まあ、ちょっとそれ以上に最近すごい感動してるんですよね。それがこちらになります。ということで、MacBook AirM1 搭載 MacBook Air ですね。こちらが今年の年間ベストバイ第1位になりました。はい。最初はちょっとですね、購入しなかったんですよ。最初の1ヶ月ぐらい。で、それぐらい経ってから、やっぱ欲しいなと思って、まあ、買ったんですよね。まあ、すごく正直気に入っていて、まあ、何より最近のこの YouTube の動画、全部これで作ってるんですよ。っていうぐらい、この 4K 動画も本当にサクサク編集できるし、まあ、何より今までこのプレミアプロメインで使ってたんですけど、ファイナルカットプロに動画編集ソフトを移行したんですけど、そこからの移行してからの作業効率の高さもですね、ものすごく上がってます。はい、編集でつまずかないし、何よりエフェクトとかもね豊富に適用しやすいですし、バグもねプレミアプロよりはだいぶ少ないかなっていうふうに思います。で、書き出し時間も、まあ、ファイナルカット使ってたらかなり早いですし、何より今こんだけね薄くて軽いのに、まあ、これだけサクサク動くっていうところがもうすごいです。まあ、それこそ普段は第4位に入ってたこのモニターにねケーブル1本で接続してるだけです。でモニター出力してるんですけども、給電もしながらモニターも出力していて、すごくスマートな運用ができています。で、まあ、いざですねちょっと持ち運んで作業しようとしたら、このバッテリー持ちがいいんですよね。なので、まあ、デスクトップ代わりに作業しても効率いいですし、持ち運んで作業しても効率いいっていうところで、まあ、正直すげえの出たなっていうふうに思いました。まあ、容量はですね 16GB の 1TB 購入していて、すごくね、まあ、これでも十分なんですけども、ファイナルカット使ってると結構容量食うので 2TB にしとけばよかったかなっていうのはちょっと思ってます。で、あとおそらく来年とかね M1 チップ搭載の、まあ、16インチの MacBook だったりとか、まあ、さらにですね、まあ、容量だったりスペックアップしたものが、登場してくるんじゃないかと思いますので、来年以降、まあ、さらに強力なマシンが出てきたら、本当にこれねパソコン業界すごいことになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、もともとはこの16インチが好きだったんですけど、今回 Air を購入したんですけど、まあ、こんな渡辺みたいなですね結構ゴリゴリ使うこのヘビーユーザーでも不満を覚えることのないこの快適性っていうところには正直驚かされました。まあ、これ購入してからですね毎日メインの仕事用で使っていて、もちろんですね Windows の方がゴリゴリスペック詰めるので、スペック的には第3位に入ったデスクトップ PC の方がもちろん高いんですけど、それでもね、まあ、使うソフトによっては、Windows PC と同等かそれ以上の快適性を全然得られるので、すごいパソコン出たなっていうふうに思います。買ったモデルでも本当18万円ぐらいなので、さっきの Windows PC 50万円超えてるんですけど、とんでもない本当にパソコンが出たなっていうふうに思います。はい、ということで、最もですね今年ガチで買ってよかったなと思ったのは M1 MacBook Air でした。一応この後 M1 MacBook Air をさらに快適に使うためのアクセサリー動画とかも用意しているので、ちょっとお正月期間中にね公開しようと思ってますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。ということで今日は年間ベストバイでした。また来年もですねたくさんいろんなガジェットを紹介していきたいと思ってますので、ぜひ引き続きご覧いただければと思います。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。では皆さん良いお年を。